吉田さん、なんかね、動画が送られてくるペースがすごく緩くなってきたんで、もう返事が来ないのかなと思っちゃいましたよ。まあ今日はね、YouTuber の、ビジネス YouTuber の翔さんの動画を引用してお届けしてくださいましたね。狙って稼ぐと。まあこれ私も、まあ、当然見ているわけなんですよ。私もね、YouTube でビジネス系のことをやっている人を何人かずっとベンチマークしていて、例えばね、マナブログのマナブさんとかね、それからリュウケンチャンネルのリュウケンさんとか、まあもちろんショウさんもそうですしね、それから池早さんっていうのも去年から見るようになったんですけども、やっぱりね、皆さん言うことが違うように見えて語ってるテーマは一つなんですよ。これだから今お話したようなビジネス系 YouTuber の方っていうのはお互いの動画見てますからね。で、あ、誰かがこんなテーマを話題に出したなと思ったら他の人もすぐに話題に出すんですよ。で、そこに私が乗っかるかどうかっていうことなんですよね。まあそういうことを繰り返して言ってるってことなんですけども、多分いい話だなとか、この人の言うことわかんないなとか、違うこと言ってるけどどうなんだろうって混乱して何も動けなくなるのが大半の人ではないかなと思いますし、今回も吉谷さんと翔さんが言ってること違いますねっていうふうなね、そういうふうな意見が出てくると思うんですよ。で、私はね、吉谷さん、どこを目指すかによってもこれが受け取り方変わると思うんですよ。例えばね、まあ私なんていうのはチャンネル登録者数せいぜい1万人で、こうやってね、なんかそんな速稼塾っていう、まあ、そういうねコミュニティをやって、で月収で言ったら200万とか300万とか、その程度で止まってるレベルですよ。で、私みたいなレベルでいいんだったら、まあ私のね、考えてることとか、私のそのここまでだよっていう思考で、まあそんなにブレることはないと思うんですけども、もっともっと高いレベルに行きたいなっていうふうに、自分の力量をね信じてる方は、私なんかよりもマナブさんとかリュウケンさんとかショウさんの言うことをまあ聞いていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。ただやっぱりね、自分がねどこの高さの山を登るかによって装備も違うし、それに対する体力とかトレーニングの仕方も変わってくる、その度合いも変わってくるってことなのかなと私は思うんですけどね。で、狙って稼ぐ、これ私ね確かにそうなんですよ。狙って稼ぐね、じゃあ私はちょっとこれ野球に例えてお話してみますね。狙って三振を取るね、バッターを狙って三振を取るピッチャーがいるとしますよね。じゃあストライクゾーンの左上ギリギリローコース、アウトコースギリギリに投げれば、このバッターは苦手だからそれは全部振っても三振するよってことをね、狙って三振を取るっていうふうに監督とかコーチとか先輩に教えられたとするでしょ。でもじゃあその外角の高めにピシッと投げるためのトレーニングって、答えが分かったからといってそんなまっすぐ行くわけないじゃないですか。何回練習するんですかって話ですよね。で、それを根性論とかっていうことになると、もうできるまでやるんだみたいな根性論だって捉えちゃうと、ちょっとね捉え方変わってくると思うんですよ。私ブログで当てるために、最初はね数百個からだったんですけども、まあ1000個とか1万個っていう風なね、最終的には1万4000個まで作りましたけども、はっきり言ってブログね1000個作る程度で根性論だとか言ってたら、こんなんね話にならないんですよ。1000個作るのに根性なんていらないですよね。 YouTube の動画も1000本作るのに根性なんていらないです。それこそね、朝飯を食べる感覚でパッと作っちゃうなんて1000個ぐらいで、それを根性だとか精神論だとか言ってる人はもうねいらないですよね。誰も求めてないです、こういう人は。量産ができない人って基本的にもう何もできない人なんですよ。量産ができない人ね、それは粛々と今お勤めの会社の勤務時間の量産をすればいいんじゃないですかね。まあそういうふうなね、積み分けがあるんではないかなと思うんですよね。だからね、いわゆるねポイントがあったとしても、狙って稼ぐべきポイントが分かったとしても、じゃあそこに正確に向かうには相当な鍛錬がいるよってことなんですよ。それはねやっぱり誰でも同じですよね。で、もしねそれが本当に一回教わったことが一回でできる人がいるとしたら、それはまあ本当に天才ですよ。で、あなたが天才ならこの動画も見てません。だから残念ながら天才ではないんで、しつこくやっていかないといけないんじゃないかなと。このしつこくやるっていうのがね精神論だっていうふうに感じる方はもしかしたらねやってらんねえよってなるかもしれませんけど、これ精神論でも何でもなくって、しつこくやる程度は当たり前なんですよ。そんなのはしつこくやらずにここには立っていないっていうことなんですよね。まあですんでね、いいとこ取りでポンポンポンと登りたい人、それはまず天才になってからそうやったらいいんじゃないですかね。凡人のうちにポンポポンというふうにはならないんでね、まずは正確にボールを投げる腕を磨くためには、正確にポイントに当てる腕を磨くためには相当な練習時間ね、1万時間とかいるんじゃないですかね。はい、では今回のね動画のまとめなんですけども、
我々完璧な人間ってね、私いると思うんですよ、吉谷さん、これはね、とんちでもなんでもなくて、完璧な人間ってどういう状態の人間なのかってことね、ここでちょっとお話ししますね。これは本当簡単なんです。なんでこれをね語る人がいないのかなっていうぐらい単純なんですけども、完璧な人間っていうのは適度にミスをするんですよ。でとんちみたいでしょ。でも本当にそうだと思いますよ。完璧な人間なんですよ、それが。アダムとエヴァっていうのは完全な人間としてこの地上に神エホバから作られましたけども、でもやっぱり間違いを犯したんですよね。だからこれが人間なんですよ。人間っていうのはミスって反省してまた繰り返すと、そこに生きることの悲しさ、そして感動があるわけですよね。だからドラマっていうのできるわけですよ。ミスを誰一人しない、そんなね地球っていうのはもしかしたら非常に味気なくてつまらないのかなと思いますよね。以上でございます。